ですね、もうちょっとですね、息が合うのは。先ほどもね、あのエンジン組んで、そうですね、やってました。気合入れてやってましたね。はい。だんだんこう回線、2回線、3回線と上がってくるごとに、こうエンジンのこの気合の入り方も、そうですね。ちょっと変わってる感じがしましたね。はい。はい、それでは見ていきましょう。攻め側がデトネーター、守るのがサンシスター。まず1マップ目はインディアでの一戦です。ツースナでサンシスター来てますね。はい、FRF2 持ってる。ああ、PJ を持ってますね。ラウンド選手は PJ。セノーム選手が FRF2 という状況。はい。PGM と FR もさ、どっちがいいんだみたいな話がよく上がりますけれども。まあ、使いやすい方で。そうですね。はい。まだファーストキルが始まってませんが。はい。PD グラナータ。どこだ。どこですか。ここですね。ん？一番上ですね。はい。はい、お、サー選手が飛び込んでいって、まずは1人ゲット。春風選手が倒れます。もったいないですね。ちょっと取り返しができなかった守り側はちょっともったいないですね。そうですね、カバーができなかったですね。煙幕を焚きながら UAV でこう庭っていうんですかね、はい、取れましたね。ここは結構油田と庭が重要だという話をヨッピー選手がよくしてるので、そうですね、デトネーターとしてはまず形ができた形です。油田はデトネーターは完全にロビン選手が裏詰めを見ている感じですが、はい、そして釈迦選手がセンターを C4 を持ちながら中庭から入っていたタイミングで裏から釈迦選手の後ろから近づいてくるというところで、はい、お互い1人ずつを削って人数状況は3対3になりましたね。そうですね、はい、というところからベック選手がロビン選手を倒します。こちらランブ選手ちょっとずつ入っていく、ちょっとずつ入っていく、この先にうわオーター飛んで、釈迦選手が一旦振ったところから、おっとあと一人になってしまう。グレネードが飛びましたが、さあ残る一人は最果て選手、ベック選手倒れて、これはこれは一気にいった最果て選手。最果て選手4キルかな、3キルかな、分かんない、4キルですね。4キルですね。はい。おっと。これは佐々木選手。いや、まあ、1人目倒した後に2人目もう間髪入れずに行きましたね。そうですね。叩き込んでいった。ん？おかしい。いや、まあ、別にいいんじゃないですか。まあ、いいんじゃないですか。はい。大丈夫ですか、井上さん。はい。言葉が回らなくなって、頭の中で。さあ、今回、ヨッピー選手はこの位置。はい。あ、油田に集まってますね。集まってますね。これはラッシュのような体勢。さあこれ切り込んでいく、さあ行きますね、行きますね。ヨッキー選手がいつ入るのか、このポイントマン2名の強力を生かした。ヨッキー選手入りましたね、はい、あこれは一気に切り崩していく。1中壊滅状態、残るはシェリルノーム選手ただ1人、ね、これまあしょうがないですね。鮮やかな、鮮やかなラッシュでしたね、はい、やはりこの油田素直に入らせると結構厳しいものがあるかもしれないですが、そうですね、かといって油田取り行くのは結構守り側としてもリスクありますからね、はい、おっと中央4人、これはサンシス、このラウンドは前に出てきましたが、ね、これを見て釈迦選手一発だけ打って引いていきます。はい、グレネードちょっと食らえちゃいました、ね、さあ詰めてきますね、はい、無理しますね。あーっとお、ランブ選手が、はい、シェルノーム選手ですね、はい、釈迦選手倒しました。結構リスクを取ってきますね、サンシスター。そうですね、ちょっと2ラウンド立ち上がり取られて、はい、若干流れを、そうですね、取り戻そうと、はい、無理をしてきましたが、フォースをしている。さあ、奥越しに、そうですね、また先ほどはここ思い切ってサーチ選手が突っ込んでいって、はい、ありましたが、ここも思い切って突っ込んでいく。しかし今回はここにはサンシス守り布陣引いていません。そしてもう引いてますね。一中完全に3人を配置してセンターをシェルルノーム選手が見る形。はい。そして今マンチョ選手倒れました、シェルルノーム選手に。さあこのタイミングでサンシスター守りセンターが空きましたが、はい。しかし残る3人というところでもうセンターはあえて空けてますね。ますね。いや、しかしここでシェル選手が。ましたね、これはガン見してる状態ですよ。はい。さあ1人目倒して。2人
きて、これはやりきれない、ありえず逃げた。あー、サヤツ選手、とどめを刺せず。あと一発だったんですけどね。さあ、ここは、ベック選手、ソルノム選手、連携を取って、二人倒して、1ラウンド取り返します。2対1。センターのスナイパーがすごくキーポイントになったゲームでしたね、今のは。はい。ロビン選手がセンター一気に、一人でまず前に出て、腕を取りに行ったデトネーター。大幕があったので、バット警戒してもらった選手ですが、無理しないですね。さあここから一気に飛び込んでいったところから、バットからはこの人が飛び込んでいく。ロビン選手が一人二人と通っていく。しかし一人になってしまった。そうですね、これはうまく内側守っていったサンシスター。はい、なんとか退けることができたんですけど、ラッシュをなんとか止めましたね。はい、さあ残るはランボ選手、そしてシェルノム選手と、はい、スナイパー2名を相手に再発選手が、そうですね、再発選手TK しますね。ロビン選手 Q しますね。ああ、そういうことですね。はい、それでちょっと一人もったいないことやってしまった。若干混戦の中でチームキルが飛び出てしまったようですが、そうですね、ラッシュはこれがあるからちょっと危ないですよね。気をつけないといけない。さあまずは入り口に木を焚いて、爆弾が設置された。さらの C4 設置です。おっと、これ完全にぐるーっと回って挟み込んでいく形ですね。これバレますね。ただ、ツースナか。ツースナですね。グレきたー。うわー、このグレはエグいですね。泣かないので、はい。この位置で、おー、おこれはどうなる。このままワン、その先に、おー、これは再発選手、キレッキレですよ。個人技で、この試合すごいですね。やばいですね。味方もろとも泣き通してる。そうですね、味方もろともですね。はい、はい、これはすごい。ここまで9キル2です。そのうち1個はロビン選手。そうですね、はい、はい、もう目に映ったもの皆敵という感じですね。状態ですね、覚醒しますね、はい、覚醒しますね、はい、今のサーヤテ選手に近づくとかなり危ない。危ない。今のダクトの入りも良かったですね。そうですね、この形ですね。この油田はロビン選手が抑えながら、はい、ながらヨッピー選手、サハツ選手が、はい、こちらの方、庭の方を攻めていくという形。上位面も使えているところをまた行きましたね、これね、はい、さあこのパターン警戒してますね、はい、螺旋にも置かないようにしましたね、はい、はい、ファイルの方引いて、エネミーグレネード、はい、さすがさんしても試合後者、対応してきますね、敵の攻めの形を見て、はい、守りの布陣を切り替えていきます。いや、しかしこれはすごい面白い配置ですね。面白い配置ですね。サンシスがこの時間の経過が駆け引きになってるんでしょうね、はい、今さあ、ここの時間の経過が駆け引きになってるんでしょうね、はい、今さあ、ここは見えなかったぞ。ちょっとニアミスのような感じになりましたか、ね、はい、さあこれは UAV 取って、さあどうする、さあどうする、さあどうする、飛び出しに行きましたね。そうですね、はい、はい、これはもうしょうがない。ヨッピー選手うまかったですね。ハルカル選手があそこにいたのがまずかったんですよね、こういう結果論としては。ファイルインザホール、さあここで一気に入っていくが、うん、まずはヨッピー選手が一人を倒して、選手が倒したところからの目まぐるしい展開は、はい、また2人で入ってきました。ゾーン2ですね、はい、さあロビン選手、そしてシャカ選手が残ったところからシャカ選手も、倒されてしまいましたが、ロビン選手もそれを取り返してラン選手の一騎打ち、ワンワンですが相手はスナイパー、はい、さあこの形、あ、ラン選手思いっきり前に出てきましたね。おー、ここやれず、お互いやれず、あ、ロビン選手うまく体を隠して、いやー、いやらしいですね。うまいですね。うまいですね。ポイントマンって感じの動きでしたね。そうですね、はい。ちょうどポイントマンのロビン選手あまりイメージなかったですが、すあ、ポイントマンしてるんだなと。ポイントマンやってますね。はい、ちゃんとやってますね。はい、アストリック、韓国のアストリックにヨッシー選手っていう、はい、
韓国一のポイントマン、うん、まあ、アバ韓国の一番のポイントマン使いっていう、はい、彼のかなり研究してるんじゃないかなという。なるほど。とこれはセンターでヨッピー選手をやられましたね。はい、どうしました。これは大きいです、まあ、ここは決め打ちしながらロビン選手センターを警戒しながらの、はい、今三振ワンスナーになってます。はい、シェイドン選手がポイントマン、ポイントマン振り返ってきましたね。ニアニアケンイク選手、そしてセンターにはシェルルノーム選手がポイントマンで待ち構える状況です。はい、ラウム選手スナイパーで油田にずっと残ってますね、うん、これは多分いいんでしょうね。そうですね、はい、おー、あ、いいですね、はい、こういう展開ですね。ですね、ダクト入られてもまあ詰めればいいと2人でという状況ですね、うん、こして1人やられれば行きづらくなるので一旦ラム選手引きますが、はい、そこを三八選手がゆっくりと詰めていっているそんな感じですね、はい、これ見てるんじゃないですかね。デルト見てる。おお、少し削ったが、グレ投げたんですかね今。ラム選手が少し削ったがというところですが、はい、ちらりと体を見せて引いてきましたね。まずは鶴はい、デトネーターかなり分散した形になっていますが、そうですね、こちら、はい、3番ですね。そうですね、油田で交戦して3番ここ、ね、ロビン選手ですね、はい、ロビン選手も庭に投擲入れて、ここ、ね、入れて、さあさあ、あさあさあ、あ、無理しないですね。これで三室はちょっと場所が絞れない、はい、どこに来るかわからないというところでちょっとシフトが手に合わないというような形にはなっていますが、ああ、一中ちょっと倒されましたね、はい、さあ残りはマンチョ選手が残ってましたが、アイルヌム選手が最後とどめを刺してこのラウンドを取ったな。さあ4対2、2本のビハインドからの折り返しです。これで攻守交代、攻めるのがサンシスター、守りがデトネーターという形になります、はい、今のスイムは非常に難しい状況でしたね。3人になってしまった後、はい、あ、これは前半戦デトネーターうまく攻め切ったという感じでしょうね。はい、センターは最果て選手とヨッピー選手で挟んで守ってる感じですかね。4番5番こちらがヨッピー選手ですね、はい、そしてこういう形ですね、ですね、センターは進ませる、はい、今目で UAV を玉に入れながらということですね。そうですね、はい、グレを入れてみたりしてますね、うん、ターベック選手が裏取りを見ながら油田を春風選手そしてシェルノーム選手で確保している状況ですが、はい、ランブ選手は、まあ、基本的に爪警戒ですね今。そうですね、センターでちょっとちょっとずつ出てます。さあここからですね。さあちょっとここはシェルノム選手の視点、はい、ラーメンを引いてきましたね。お前方もお、ここで大きくまた回っていきますね。そうですね、この状況で油田取れてないとシフトできないと思うんですよね、うん、なので動きがこんなゆっくりゆっくりなってしまってる。さあしかし面白いのはここが、そうですね、1番センター春風選手が、そうですね、センターからでは残り時間から見てもこれは2側に的を絞りましたね。したね、ここ先頭が、はい、あ、引いてきましたね。さあ2が先頭開始ですね。まだ入らない、まだ入らないですね、入らない、入らない、残り30秒で入らない。さあどうなっているんだ。あ、 NRF3 番の選手ロビン選手裏取ってますね。リスまで行って後ろ取ってますね、はい、ロビン選手がこの位置、後ろ取れればいいんですけど、あ、ダクト行ってしまった。これは残り時間見せて2番に行くと思わせてからの大回りの位置取りなんですが、遅かったですね、ちょっと裏取りが遅かったですね、はい、しょうがないですね。これはなかなか面白い時間の使い方をしサンシスター、はい、サンシスターうまいこといきましたね。完全にシュートしましたね、はい、味方が
ここは3ちょっと一工夫見えたラウンドですね。はい、よかったですね。今までだとあのまま2に行って、潰されていたような場面がよくあった。なんですが、あのタイミングからの大回りで1位。そうですね。そう。さあ、3対4でいい勝負になってきてます。これはサンシスター、成長してる感じが。感じが少し見えた、見えた感じですね。あそこで引いていったっていう。自爆したんですかねっていうコメントがありますけど、ちょっと我々には見てなかった、見れてなかったですね、はい、ロビン君にこう恋しちゃってたんで。さあ油田の方に切り込んでいきます。はい、おすごいですね。徹底的な決め打ちでクリアリングしていき、エリアを確保していく。さあ、そうこうしているうちに春風選手がマンチョ選手を倒しています。はい、そしてロングにラング選手を置いてますね。ベック選手 AK、 ロック選手は出ないですね。これセンターはこの形でランブ、はい、油田側ももう階段まで行ってますね、はい、あ、釈迦選手ロング出てきましたね。おっとランブ選手と鉢合って、お、倒れました。2連休、釈迦選手2人抜きですね、これ2人抜きしたんですね、はい、これ釈迦選手2人抜いてますね。一度で二度おいしい、はい。しかしここは、2側にベック選手、そしてケンイク選手を駆け込んでいきます。設置完了。完了からのツーオンツー。サイハル選手が裏から来るのを待って釈迦選手が入るという状況ですかね。そうですね。もう少しじわじわっといきなり、あ、ミルが当たってますね。はい、お二人で倒しに行って倒された。さあ残るは再発選手、はい、これ解除しますよ。いけるか、いけるか。さあこれは気づいてるか。おお、一人、二人目はまだ時間は使える、あと一回。おおと、これはこの試合再発選手がやばいですね。やばいですね。これ3キルですね。これ今日今回もすごい場面で完全にラウンドを決めてる斉藤選手、はい、お前見えてるだろうっていうぐらいの、これも試合をもしデトネーターが稼働しているところからの再開となります。はい、スタート。さあこのラウンドデトネーターセンター3人で一気に前に出てきて、はい、来ないなと思ったらここは引いていく感じですね、はい、さあ油田がもうこのすぐそこにはロビン選手がいる状態ですが、うん、来ないですかね。引いてきましたねロビン選手、はい、このミルは取れるか。取れた。これはたまらず引いていきますが、はい、引きましたね。このタイミングは取れたけれども、まあ行くのもきついっていうです、ね、そうですね。あそこまで入、奥まで入られちゃうとカバーが絶対いると思うんで、はい、さあ釈迦選手が中央ディスポイントあたりと4番ラム選手来るぞ。これはおお、あと一歩でしたね。あと一歩でしたね。無理しない。ああ、どんどん行く、どんどん行く。ラム選手がさあこの先には釈迦選手、はい、引いていく。倍率高いですね、こうやって見ると高いですね、はい、PGM。
やっぱ大きく見て反射速度上げようという考え方なのかもしれないですね。かもしれないですね。さあグレネード構えて、まずはこのポイント、グレネードでクリアリングしながら、無理しない、あ、行かないですね、はい、ま、中央ですね、中央割りに行ってる感じがしますね、しますね。どうもサンシスター、この辺でフェイクラッシュを、はい、やりますが、対応してきますが、ここはこのラウンドはデトネーターがうまく対応しました。はい、ヨッピー選手2キルしましたね今。そして最後残ったのがランド選手が一発外して、これをヨッピー選手がとどめを刺す、はい、先にリーチをかけたのはデトネーター、6対3。ヨッピー選手今の3キルですね。そうでもないか、そうじゃないですね、違いますね。あれダブルキルしたのヨッピーさんじゃないってことですね。はい、さあ後がなくなったサンシスター、はい、また展開としては似たような感じですが、あ、デトネーターが面白いですね。もう釈迦選手がこの位置まで出てきて、結構詰めますね、はい、打線は佐々木選手がこの位置、はい、お、打線で光線が、あ、これ見えると、打線で光線が、あ、これ見えると取れましたね、はい、これは2人でお互い取られる、あ、うん、これは若干マイナスになっちゃいましたね。サンシスターちょっと厳しいですね。さあさらに春風選手もロビン選手に倒されて、ケンイク選手がただ1人残った状態で4人を相手に、はい、このラウンドを取れなければ負けと、ね、うん、これはかなり厳しいですね。ヨッピー選手が飛び込んでくる。そして絶対にヨッピー選手はここは詰めてこないです。そうですね。はい。引いていきましたね。じわじわとエリアを狭めていくデトネーター。はい、どうやらこの展開、ワンマップ目はデトネーターが取ることになりそうですが。ね、そうですね。さあそんな我々の予想を覆す素晴らしい活躍を見せることができるか、ケンイック選手。これでバレる。まずこれでバレて、サミチ、これは苦しいですね。作戦は失敗だ。ということでワンマップ目を取ったのはデトネーターです。はい、続く2マップ目がハンマー